もこすけです。今日もお仕事をしながら何か食べります。みたいな感じでね、ザクザク音をお届けしようかなみたいな感じでございます。もうね、そうなんですよ。お仕事っちゃね、ただやりゃいいっていうもんでもなくて、なるべく効率よくやりたいんだけどね、どうしたってさ、どうしたってこの愚痴ってもしゃあない、はい、順番でね、効率いい順番でやりたいんだけど、必ずしもそれができるとも限らなかったりするんですよね。基本的にですよ。基本的に納期がカツカツのものは全てお断りしてるんだけどって感じなんだよね。そうなんだけどさ、基本的に俺って短期なんよね。短期とってもね、気が短いんです。基本的にせっかちなんですよ、すごく。だから俺だけ自分が待つことが好きじゃないから、人を待たせるのもなんか悪だと思ってしまうのね。そういうのないですか。いつでもいいよって言ってくれてんだけど、そうは言ってもなって、あんまずっと長く待たせるの嫌だなって思っちゃうんですよ。自分が待つの嫌だから。だからなるべくね、もうそういう待たせてしまうような仕事は受けないっていうスタイルで、僕のペースで作ったものを買っていただくっていう形にしてしまったんだけど、必ずしもさ、うわうまく取れんなこれ、そううまくことが運ばんのよね。そりゃそうよな。だからここに映ってるかいな、いっぱいいろいろ置いてありますけど、本当はね、一つ片付けちゃう次のって進めたいんだけど、そんなうまいこといかねえんだよね。これはしょうがない。あっちにあるだけあるから、あと4つあればいいか。そうなんですよ。短期は損期っつってな、いいことはないですよ、短期にはね。気が長いっちゃ気が長いんだけど、短期っちゃ短期なんですよ。なんだろうね、よく うまく説明できないんだけど、人を待たせるんだったら待つ方がいいな、自分が。そんな性格でございます。待たせるのってさ、なんかプレッシャーっていうか悪いじゃんねって思うとさ、よいしょ。いやー、もううちのプレス機はね、1台じゃないんですよ。でオールも合わせて今ここに3台あるんですけど、一番ね、古くて 数多く寝てるのは RP の線ですね。もう数万枚っていう
数万枚っていう祭壇はこなしていると思いますけども、で全然まだまだオーバーホール時期じゃなかったんだけど、とりあえずオーバーホールしたらどんな風になるのか知りたくて、一度過去にオーバーホールはしてますね。よいしょ、もう塗ったグリスが出てくるのでこう拭いてあげる、ね、よいしょ。次はどれだ、これいこうか。これもあるんよな、1,2,3,4,4 つあるから、よいしょ、コバルトブルーの革でございます。いい色だよねこれ。もうね、革質云々全く知らなかったんだけど、この革を買った時ね、もう色で買っちゃったもんね、色で。結果正解だったけどね、結果正解でしたけど、まあね、直感だよね。革って買うときにさ、革は買うときに過去に買ったことがない革っていうのはもう、なんていうのかな、どんな革か分かんないで買うわけじゃん。ね、触った感じだけでは伝わらないものもあるしね、すいてみて、切ってみて、縫ってみて、貼ってみてね、感じるものがあるとは思うんだけど、4個あるのか。だからもうね、こればっかりはもうしょうがないよな、買ってみるしかないと思うんだよね。うん、ああこれどうしようって迷ってるだったら、まあ失敗したら失敗したで、それは一つの、なんて言うんでしょうね、一つの自分の中のこう引き出しの一つになるわけで、そういう失敗をたくさん重ねてね、今の僕もあるわけですよ。うん、だもんでね、こういうのっていうのはもう、まあまあそんなただじゃないしね、もし切り売りが売ってんなら初めの1回目はね、切り売りを買うっていうのもあるけど、あとはもうあれだね、信頼できる仲間だよ。うん、信頼できる仲間、それとか、よいしょ、このなんていうかな、キーホルダーみたいなものね、安く売ってるこの500円とかさ、600円とかさ、それぐらいで買えるキーホルダーみたいなものがあったら、それを試しに買ってみてね、触りゃ分かるじゃん。でも被害っていうかね、うわやっちまったっていう、俺の想像と全然違うっていうことを防ぐんだったら、まあまあ一番被害が少ないんは、おお、ずれた、そういうんじゃないかなと。よいしょ、重いようですよ。使えんだろうなっていう、こういうとこね、これは使えんよなって、間違って使うことないよね、切ってしまえばね、こういうところは。まあね、もともと立体なものをね、平らに伸ばしてるわけだから、こういうのはもう必ず
反菜の場合はね、反菜の場合はこういうのはロストして出るもんだ。だからこっち側は逆に背中の真ん中側だから反菜だから、この皮がね、こっち側は綺麗なわけよ、うん、で同じ巻きでほらこっち側がこういうんでしょ、折れてしまうのは巻きが長くて、あのこの筒からはみ出してこういうところはこっちを切っておいてね、綺麗な側はこうこの芯が巻いてある芯に確実に巻けるようにね、こっち側が折れてしまったらもったいないじゃんかねって思います。あと3枚か、あと3枚、キーホルダー何千個作ったでしょうね、何千個、1万個は作っとらんね、まだね、多分よ。よいしょ。よいしょ。皮ね、皮ってむ難しいことも難しいんだけどね、やっぱ知識がないと、過去に経験がないと使ったことがある革っていうもののね、選ぶのも大変だし、うん、でもだからいいんじゃないのかなっても思ったりもしますしね。で万が一ね、万が一うわ思ったんと違った失敗したと思っても諦めないでね、諦めないで自分の思ったのとどう違うかっていうのをさ、冷静に、ね、冷静に見て、どれだ、これとか、冷静に見てよ、油分がちょっと自分の思ったのと全然違う感じとか、油分だ、水分だ、硬さの張りだ、なんだね、グレージングの度合いだ、つらいだ、つやだ、なんだってあるでしょ。諦めないでね、あのそれを自分の好みの皮に近づけていくっていう方法もあったりするしね。でガラスの板でゴシ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 ね、ちょっと水分を含ませて自分でグレージングをかけたことも過去にありますね。祭壇は今回音をよく拾えてるかな、サクッて音がさ、サクッて音が気持ちいいでしょね。ああここがあるな、これもいい感じの虎が入っとるんよね、これこの小さいキーホルダーんだとなあ、これが伝わらんよなあ、もうちょっと大きいアイテムじゃんと、じゃないと、よいしょ、まあね、本当余裕がないんでつまらんとこばっかりでごめんねって感じだけど、
はい、裁断終了、ね、裁断をしたら、まあ、この後にね、普通は普段はこの曲がりをね、曲がりを取って平らにする作業とかもあるんだけども、まあ、物によっちゃこのまま通しちゃうってこともあります。はい、でこれはこっちへ置いてね、この鉄粉がね、どうしたって鉄粉が出るんで、研いだ時にね、これが皮にはよろしくないものなんで、特に担任なめしの皮にはね、どうだろう、前回結構使ってそのまま、なのでちょっと多めに研がないとっていう感じかな。こんな感じでしょうか、ね、さあ行きますね。来ますって別にそんな気合を入れるようなものではないんだけれど、いまいちキレが悪い。慣れてくるとね、これ先端を見てると分かったりもします。この光の入り具合ですね。いまいちだな。貼り合わせた皮なんで、裏がどうなってるのか見えないんだけどね。 OK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 。これな、ここにこうガイドみたいなものがあったらバンバン通せれば。いいんだけどね。一応測りましょうか。歯欠けたかな。なんかね、ちょっと線があるね。欠けちゃいないよな。よいしょ。ね、この厚みがどれぐらいになるかといいますと。ね、今ここは透けたけどここは透けてないよじゃん。やっぱね、これは減圧で買ってる皮なんで、熱いところと薄いところってね、やっぱありますからね。そうそう、こういうね、作業してると何か発見みたいなものがあると紹介できたりするななんて今。ほらほらね、ここがやっぱ薄かったわけですよ。でこれぐらいになるとね。よいしょ。味取りしなかったのはいずれにせよね、この後この後にあれをするわけですよ。刻印入れるのに水分を含ませるんでね。でその時に本当に生な状態、こういう感じ の時って結構水吸わなかったりするんだよね、これを。だからちょこっとでも吸いてあると
これだとあの水を吸うんですね。なんか線入るね。うまいじゃね。まあ気にならないっちゃ気にならないけど。よいしょ。ね、単体だったらいいんだけど、何枚もあるとさ、ね、やっぱり均一性っていうのを求めると、こうやって作業しないと厚みがバラバラってことになっちゃいますからね。ちゅうことなんです。なぜ2回通すかというと、のがあるというと、ガイドに当たってないのがところが、この幅だとね、微妙に出たりするんですよ。この下通ってやるからいいんじゃないかっていうけど、これね、少し端の方はね、押さえが甘かったりするんで。よいしょー。こんな感じです。はい、すき作業が終わりました。これね、本来はここにこう穴が開いてる台があるんだけど、それにスポッとはめて、これくるくる回るカッターマットなんだけど、あの全然その用途には使ってないです。なんかこうね、縁年やら何やらするか、俺くるくる回るものをくるくるこう回しながらねやるんで使えるかなと思ったんだけど、回る展開ここに集中しちゃうんで、ここを必ずそのそこに置かなきゃいけないっていうのが、こんなにも使いづらいもんかと思って、結局お蔵入りで、あのこの作業の時に使ってますね。あのこういったものにこう水分を入れる時にね、こう並べて、これほら水に強いじゃん。段ボールとかでやったらしなしなになっちゃうからさ、でこうやって並べて。これは床面からシュシュッとするのに、こうしてで、これでこうシューッとやるんだけど、こっちあの被害が出るんで、大概これ外でこれ持ち上げてね、こう持ち上げて、あのこの外でシュシュしてます。そこら濡れちゃうじゃん。水分量っていうのはさ、本当難しくてっていうか、伝えるのが難しくってね、こういうふうに染み込んでないよね、弾いちゃってるでしょ。でもこれ時間経つと染み込むんですよ。でこれがこの上に乗っかってるからびっちょびちょな気がするんだけど、これが中にだんだん浸透していくので、まあこれぐらいでいいんだけど、これなんて全然ね、これはかけた瞬間からじゅわーっと染みっていっちゃうんで、こんな感じに見えるんですよ。だからすごく水分が足りないような気がして、バンバン入れちゃうと今度は入れすぎになっちゃうんだよね。そうなんですよ。そこら辺のね、皮によってだから全然違うの。でパッパッとこうパッパッとやって、だからまあまあおすすめはその似たようなこの種類の吸い込み具合の皮を並べとくといいような気がしなくもないですけどね。こんなことやってるのはごく一部な気がしますけども、なんか何の参考にも なってないような気が今やりながらしてます。はい。まあでもね、まあまあまあ僕のお仕事の紹介みたいな感じなんで、
お許しくださいませ。で、ものによっては裏からじゃなくて表から入れたい皮もあるんです、うん、そこら辺はもう本当皮によるんで、本当皮によるんで、やってみるしかないですよね。変にやるとシミになっちゃう皮とかもあるから、そういうのはもう表から均一にガツンと入れちゃえば、そんな目立つようなシミにはならないし、ね、本当いろいろです。例えばリス塩はこっちがいいとか、ブッテーラはこっちがいいとか、ね、言えるんだけど、でも同じブッテーラの中でもこう顔料仕上げの色もあるし、寿司揚げのものもあるし、それによって違うしね。本当だからね、この昔から動画やらね、いろいろこのブログをずっと書いてたりするんだけど、伝えるのが本当難しい。で、聞かれても答えるのがすごく難しいっていうのはそういうことです。皮によって違うんだもん、全然。で、この隙を入れたのと入れてないのでもまた違うしね。そうなんですよ。だからそういうもんだと思って付き合いましょう。ね。そうすると、迷わないというか。あ、いかん。いかん。ああ、いかん。ハプニングでございました。ちょうど水がなくなったんでね、入れてきました。閉めて、よいしょ、音だけ聞いててくださいまし。よいしょ、こんな感じ。一個だけ並ばなかったから手で、よいしょ、ね。これ見るたびに思うんだけど、何想像します、皆さん。私はどうもバカボンのに出てくる警官を思い出してしまいますね。通じねえかな、見てる方。いや、同年代なら通じるかな、うん、気がつけば、バカボンのパパより俺全然年上になっちゃったもんね。よいしょ、してね、こうして、よいしょ。色の具を映ることはある皮もあるんで、そこら辺の並び順っていうのもちょっと、ね、考えてやった方がいいかな。で、こうして。よいしょ。ビニールとか、まあ、ジップロックみたいなものに、入れて、水分が蒸発しないように、で、内部に均等に、ね、水分が行き渡る時間を作ってあげると。これがね、ちょっとした一手間なんだけど、綺麗に刻印を入れるコツかなと。そんな風に思います。でね、時期によっちゃすぐに作業できないんだったら、このまんま冷蔵庫に入れちゃうなんていうのは、菅野くんが教えてくれました。よいしょ。一緒。まあね、これもう蒸発しないんで、結構時間長く置いていいんでね。なので、例えば飯を食う前にこれは全部終わらせとくとかね。
そんな感じです。さすがにね、これ全部混ぜちゃうようなことはしないんです。色ごとにやっぱお酢圧力とかも違うんで、バラバラだとね、さすがにそこでも手の感覚だけでこう全部うまくいくかというとちょっと厳しかったりするんで、その色ごとにみたいなふうに思ってます。これなんて、いや並べてこれやるのはいいんだけどさ、これを全部小刃も磨き仕上げなんですよね。知ってもしょうがない。お題をいただくんできっちりとそこら辺は仕事をさせていただこうかなと、はい、思っております。飯を食ってしばらくちょっと休んでましたね。まあいい感じにね、この袋が汗かいてるの分かるでしょ、ね、いい感じに中にこう何て言うかな、こう回った感じですかね。でこういうねジグを作っといて、これにセットしてオールにせんもうね、俺は思うんだけど、このオールにせん、こいつは刻印専用マシンとしてね買ったとしても十分元は取れると思ってます。よいしょよいしょ、すげえいい感じ、うん、お見せできないのが残念ですって感じですけどね。バシッと入ります、バシッと。でこの手間と時間をかけると刻印の入り方が全然違います。早いしね、結局すごい軽い力でポンポンやってると思うんだけど、他の機械だとこんなに軽い力じゃいかないですからね。でこの後は貼って縫うわけだけど、その時にこういうタイプのやつはね、ミシンの際はバックカットってやつを使うとうまくできますよっていう話があって、バックカットはチタンのやつね、ラスカスさんのやつ、ちょっと普通のやつとは形が違いますけども、ね、面圧がかかるんで、バックカットって基本的に抑える面積が狭いんで、そう狭いんでね、跡がつきやすいんだけど、肝心な盛り上がってるところを避けて縫えるのはもちろんいいことなんだけども、その分普通の一般的なバックカットって跡がつきやすいんだけども、ラスカスさんのやつはその分底の面積を広くしてるんでね、当たりが柔らかいんで跡がつかないよっていう。で売られてるものを削るのは、分厚いやつを削るのはできても、細くてもうちょっと広くしたいっていうのを盛ることはできないじゃん。ね。そんなこんなで僕らが使いやすい形状で跡もつきづらいって考えたのがバックカットでございます。うん、あれでもいいんだよ。なんだっけ。フリーダムでもね、そういう風なバックカット用のセッティングもできますしね。フリーダムだったらバックカットの足もね、細いだ広いだなんだいろいろできるんで。よかったら試してくださいませ。よいしょ、いやこの刻印はね、本当ね、何回も俺同じこと言ってるかもしれないけど、お見せしたいけどできないってやつです。
これ、うん、裏にやっちゃうとこだったよっ。てな感じでね、あの僕の普段やってるルーティンワークというか、ね、あのお仕事をちょこっと紹介できたかなと、そんな風に思います。他にもいろいろやってんだけどね。てな感じでまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。はい、動画もうやめとこうと思ったんだけどさ、すっかり夜でございます。もう定時で上がろうと思ってるんですが、定時なんかないんだけどね、終わりません。頑張っても頑張っても終わらないです。よし、ね、今糸の処理をしております。あとからこれ全部磨くと思うとゾッとしておりますがね、もうね、やっぱある程度いいとこまで、切りがいいとこまでやっとかないとさって感じで、あの今日はね、うちのアイテム、ブスケアイテムは何一つできませんでした。皆さん申し訳ねえ。自分とこのアイテムだけ作ってりゃいいじゃねえかっていうね、ご意見ももちろん分かりますが、弱小ゴスケアゆえね、うちの人気がなくなったところで、皆様に飽きられたところでね、大きなところからいただくお仕事っていうのは続くわけですよ。保険みたいなもんですよね。まあね、今まで散々お世話になってきたんでお断りもできないっていうのもあるんだけども、そうじゃなくてさ、やっぱりね、完全にこういうメーカーさんのお仕事とか OEM やらないで自分のところだけで食ってる人っていうのはね、まあまあ尊敬しますわね。今はね、今でこそあれよ、本当にもう皆さん待っててくれてるからね、作れば作っただけボンボンね買ってくれるっていう状況になってますけど、これだってね、いつまで続くんだろうかっていう気持ちももちろんあったりするしね、まあ難しいとこだよね、うん、てな感じでメーカーさんの他のね、他のメーカーさんのお仕事もしておりますと。もう目がしばしばしてます。わあ、これ全部つなげちゃったんだ。すごいすごいな。腹は減ってきたし、目の前の仕事は終わんないしって泣き言言っても進まないのでね、黙々と、ひたすら黙々と機械にやったつもりでねって言いながら自分を鼓舞しております。はい、な感じでもうちょっと頑張って、もうちょっとあとちょっと目標は今日は糸の処理までやっておしまいにしようと思ってます。なんかね、こういうことやってる時っていうのはあのパッと時計を出してさ、これ失敗しようがないような作業だったらね、1分間に何個できるかチャレンジとかねつまらんでしょ。それもね、しばらくやってると飽きるんですよ。よいしょ、はい、てな感じで終わります。じゃねー。はい、しつこいでしょ、しつこいよね。もう、うん、自分で思っちゃった、またやるの、しつこいね君って思っちゃった動画ね、はい、もうここまで来たら最後まで付き合ってもらおうかみたいな感じなんだけど、そうそう、あのちょっと話しててさ、なんかちょっと俺言ってることが真意が違うなと思ったんですよ。なんでこのこういう自分とこのものがいっぱい売れてんのにさね、皆さんに待っていただいてる状況で他の会社の仕事をやるのかっていうね、で利益率から言ったらさ、これは下請けとかだったら、あのね、下請けとか でやるんだったら、絶対これ、あの、なんていうのかな、安いわけじゃん。でも、まあ、その分数が多いんだけどね、数が多いんだけど、同じこのアイテムを俺ん家でこんだけいっぱい作って出るかって言ったら、多分出ないと思うんだけど、まあまあ、そこにはいろんなものがあるんだけどさ、
なんていうのかな、調子に乗るなよ俺っていう、ちょっと言い方があれで嫌味に聞こえるかもしれないけど、あの勝って兜の尾を締めようっていうやつですよ。まあ勝った負けたじゃないんだけど、今おかげさまですごくねフェザーアイテムを皆さんに買っていただいてるわけですね。でも、まあ、安心するなよというか、調子に乗るなよというかね、いつまでも続くと思うなよとかね、たった一人でやってる個人のこんな、ね、小さいところなんで、余計にだよね、余計にですよ。それで痛い目にあって沈んでいった人もね、こういう業界はたくさんあるだろうしさ、ね、かといって堅実になりすぎてね、あのいい波を逃しちゃうっていうこともあるだろうけどさ、よいしょ、まあまあそんなことを僕も考えてるわけでございます、ね、レザーアイテムだけじゃなくて工具もやってるし、今日もね刻印のデザインを2つほどやらせていただきましたね。あのいやちょっと今時間ないからごめんねって、ちょっと時間ずらしてもう一回頼んでくれるみたいなことを書いたんだけど、でもなせっかくなご依頼くださったんだしな、で結構いろいろいただいたメッセージがねちょっと嬉しかったりもして、ダメだダメだ頑張ろうと思ってやり始めたら、すんなり頭にポンとねデザインが降りてきて、ささっとやったらそんな時間かかんないでできちゃって、あこれどうですってね、あの送ったらもう一発 OK、 お気に入りました、これで作ってくださいってスパッと決まってね、まあ、元デザインがねバシッとあれやなんてことないんですよ、すぐにあのご依頼はお受けすることできるんだけどね、デザインをゼロからっていうと結構厳しいんだけど、まあ、そんなこともございましたね。ラス1だよ、ちょんちょんちょん、目がしばしばだよ、ビールが俺を待ってるぜ、こらえてビール飲もう、終わった、電源を、これね音がしない熱を発する工具というのは、ね、電源入りっぱなしで火事の元ですからね、確実に消しましょう、ちょうどいい、糸今日はここに溜めてます、下にもいっぱい落ちてますね。さあ掃除して終わります、今度こそ本当に終わるぜ、じゃあね、バイバイ。